俺さ最近革命が起こってん革命革命あのトイレのブラシをなトイレのブラシなんかあの流せるやつに変えてんああんか挟むやつやんな挟んで薬剤みたいなの挟んで紙みたいなんがあってでそれがシュワーってなって<う>、うん、だからやっぱり今までそのブラシって何だかんだかカビ生えたりするやんまあだってねあのうんちがついとってそのまま取れへんからそ,そのままの戻すやん元にそう やっぱりあれ気持ち悪いなって思っても、あれ見るの嫌で。な気持ち悪いブラシなな。まあ、そうね。例えばね、その、ね、誰かのお家に行ってね、それを使うってなるとね、<う>出した時に。お、なんかついてるみたいな。で、それを、なんかやっぱ事務所の、なんかトイレで。で、はい、あの、す、あの、えりなちゃんが。やっぱ、流せるブラシを導入しとって。は、うん、これいいなと思って。うん、賢いわ、それはね。うん、やっぱ、そのブラシ嫌やな。確かに買ったい、そう。ほんで、その流せるブラシ。 やってんねんんねけど、うん、なんかんもう一つやねんまだ,まだまだまだしてほしいなと思っ圧倒的にすごい良くなってんねんけど、うん、なんかこの挟むやん薬剤みたいな。こう、うん 専用のやつ紙を,を挟んでその中に薬剤があの染み込んでる状態ねでこれを水に濡らしたら、うん、薬剤がちょっと時計とか出てきてその薬剤で掃除するみたいな感じなんだけど、うん、結局この挟んだやつを水で濡らす時にここにつくねんそれがででそれが嫌で今ななんか袋をかぶせて挟んでんんでも袋につくんちゃうんで袋は捨てたらいいやんあ毎回袋捨て,てるんやんそう え、なんかな、SDGs では悪いけど、でも、つくの嫌やねん、すごくここが。だから、俺のな、言いたいのは、うん、この薬剤を最初から濡らしとけやと思うねん。濡らしとれ、なんか濡れティッシュじゃないけどさ、濡れ薬剤みたいなの出してくれと思うねん。 もうその水に濡らさんでも最初からこすれる便器をみたいなうん、うん、ああなるほどちょっと湿ってる状態のものにしとけとそうそうそうそしたらこう開けた時にこう濡れてるやつを挟んでもう確かに、ね、惜しいねあれあれちょっとなんかあの水の中シャカシャカシャカってつけてからやるもんなな薬剤がでかいからなんか俺それは半分に切ってんねん半分に切ってそのほが2回使え 2> それはあんた節約してんな節約してんねん ちっちゃくしたパターンのやつも売ってもらっていいと思うそのなんか切れ目入れとってほしいねもうパカみたいにできるようにそこなんかちょっとでかいわあれはあ<ー>もったいないもうちょっとあんなでかくせんとってってなってまんねんこっちはあちょっとなんかイラとする節約できるやんここは、ね、え、うちは最近なあの買い物行った時とかに靴下とか買ったりするやんか、うんまあ、靴下に限らずにさなんか物買った時にさ服の とこからこうタグみたいな出てたりするあれこうやってくる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 って回して外すのよなっっ。なんやたけあれ プラスチックみたいなやつやな。んか、靴下と靴下をつなげてるやつやろそうそうで、あれとかもあるし、あとなんかホッチキスみたいなやつもあるやんか、たまに。あるある。っあるどっちも同時っていうのもあるしな。そう。で、あれさ、あの、外し方分からへんねん、あのプラスチック。え、だからこれくるくるーって回すね、あれ。分からへん人結構多いかなと思ったのね。うんうん、と、あの。あれみんなくるくるーって回しとったら外れんで、ほんま。あれなくてええから、<く>こう。くる,くるくるーってー。うん、ほんまにくるくるーって、こう。 あれの片方持つやん,うん、うん、で靴下でえー、ってもう適当にやっとった家でこうやってやってるんやパーッてパーッて靴下飛んでいくねんけどれんれで,でもそれってさなんかちょっと改善してほしいの穴開けてるやんカチャっとかしといてよってえ穴はあれ穴開けてほしくないなってその自分のこってくるくるってやってる間に、うんうん で伸びたりもするし、であの開け方わからへん人はなんか引っ張ったりとかしてさ、なんかちぎろうとするやんか、あと歯でだったりとか、歯かけたりもするしさで、説明書もないわけよ、こうくるくるやったら取れるとか、ね、あそそりゃな。と、なんか穴開いたりするやん、新しい洋服に。まあ、た、う、ぶん繊維と繊維の間をうまくいってる気はすんねんけどな。え結構たまにさじゃあ、どうなっていののなんい 適当にこう引っ張ったら糸とかさ引っ張られて糸が1本ピョーンって出たりとかすんねんええもうなんかねそういうやり方じゃなくてもうちょっとな,なんて言ったらいいんやろう<あ>んかシー,ルはシールで包み込んどくとかさでもシールしたら今度なんかシール剥がす時になんか繊維が一緒にくっついていくであのちょっと、まあ、そこはねちょっとプロフェッショナルの方考えてくださいそこは あんまないんやな、とりあえず。<laughs> あれが考えてください。あれは嫌やな。あれ違うのなんか出してほしいね。なんか、それなんか、包むなり、なんか、挟んでくれるなり。かなんかもう、ええ加減ちょっと時代変わってとは思うな、うん、あれ。もう、ちょっとなんか、物、うん、を干すときに、この、なんていうの、な,なんていうのあれ。ハサミハサミっていうか。あは、洗濯バサミ洗濯バサミ、洗濯、洗濯バサミみたいなやつで挟んどくとかさ。ああ、なるほど。ちょっとコストかけてな。 その分値段上がってまあ、まあ値段まあ、分からんけどもうちょっと考えてそこえでもそのなんかそういうのめっちゃあるんだよ俺もえ他に何があるの俺はもうなあの賞味期限に怒ってんねんずっと賞味期限賞味期限と消費期限って、まあ、2つあるやんかで俺の中でなんかみんなあれ日和すぎてんなって思ってる <laughs> やっぱりビビってんねんあれなんか昔やったらおかんがなうん、うん これ賞味期限すぎてるけどああ、確かに大丈夫、これ大丈夫、まだ,まだ酸っぱくなってへんから大丈夫とか、ニンニクまだ臭くないとか、ね、あ,れあれってめっちゃ SDGs やなと思ってて、うん、やっぱみんなビビって賞味期限短くしすぎてるから、なんかまあそ、責任取る賞味期限として、これをやっとってええねんけど、責任は取りませんが、ぶっちゃけこんくらいいけると思いますみたいな期限。うんうん ああ、書いてほしいな書いてほしいね。書いてほしいな。納豆とかキムチとか絶対あんな短くないねん。うん、発酵食品やから。絶対もっといけるはず。あの、肉とかさ、ちょっと二日とか過ぎても食べるえ、俺でも、うち食べてまうねん。あ、でもさ、焼いたらいけるやろみたいな。焼いたらぶっちゃけいけますみたいなそう,そう,うちもちょっとなんか匂って あんまそんな臭くないしと思って、<で>全然二日とか三日経ってもね、焼いてまうねん。その判断がな,ないねん、俺。わからへんねん、その臭いとかの基準が。おかんが言ってたら大丈夫やねん。おかんが大丈夫って言ったらあ。おかんが言ったら何でも大丈夫。大丈夫やねでも、なんか自分で判断できひんから、捨ててまうねん。で、それがすごいもったいないから、もう嘘かかんと、もうぶっちゃけお腹壊す可能性ゼロじゃないけど、うんうん、ぶっちゃけみんな言ってますよみたいな期限を作ってほしい。<ー>あと、もう一つ作って、 って欲しいなって思ってんのが、結構腹立つねんけど、あの、なんていうのかな、ごま油とか買うごま油とかオリーブオイルとか。あれの賞味期限さ、めっちゃ長いやんか、2000、もう残って。1年二年とかやから。でもあれ、よく見たらさ、かっこ未開封って書いてんねん。確かに書いてるね。でもごま油って開けてから相当長い間、なんぼ、だって、 一人暮らししとってこんくらいのごま油は。全然ね、一年とか持ってたり持つやんか。でも、カッコ未開封、えどういうことつって。だからさ、開封した場合どうすればいいかみたいなのちょっと書いてほしいわけ。開封済みの場合はここぐらいとか、なんかこういうふうに、このぐらいで捨ててくださいとか、書かへんやんか、あれ結局。確かに。己の判断みたいなことやろ、うん。その、あとは自己責任でみたいな。う,うちね、卵とかさ、もう永遠に、 いけんじゃないかと思っちゃうぐらいさ、もう書いてへんやんか、あれさ。 物に、パックには書いてっけどさ、中の物取り出したらさ、何も貼ってないやつとかあるやんか。わか,からへんな。で、あれずっと置いてて、あれ、いつ、いつ買ったっけこれ、1ヶ月前ぐらい買ったっけと。っち、えー、怖い、なんかあの中国のさ、うん、なんていうの、あの茶色い卵みたいなのあるやん <laughs> めちゃ腐ってるやん。<め>ピータン。ピータンみたい。な、うん、そう、もう気づいたらピータンとかなっとって困るからさ。<laughs> でもいいやん、美味しいやん。<laughs> <laughs> 俺わからんかったらそれ食べられへんのよ。<laughs> よっっいや、でもうちわからんくて、あの全然、え、これ、ど、う、前、 1か月経ってんのかなと思って普通に焼いて食べたけど大丈夫やったほんま、ま、えー、かる安全なのか,だからそれそれもう買い取ってほしいなそれ、それやったら。いや、ほんまにあのあ<と>卵は困る、賞味期限がく書かない問題でいうと、うん、なんかペットボトルとかで普通にここに書いてるやろうなみたいなところに、うん、なんか賞味期限枠外表記みたいな。なんか、うん ここには書きませんけど他のとこに書いてますよみたいなのをわざわざそこに印刷して書いてんねん枠外表記みたいな外記載かななんかそういうい賞味期限枠外記載って書いておってほんでいろいろ探したらなんか全然違うとこに書いてんねん賞味期限もでもな賞味期限枠外記載っていう印刷をなできるんやったらなもうそこに書けよって思わへん。<laughs> <laughs> それもうインク代無駄やんか2つも多分なん,かなんかあるんやろうけどなんか考えてんのかなの書きやすい場所みたいなのがあるんやろうけど、うん、その枠外記載ってでもプリントして印刷してるやんそこに書け枠に書けやじゃあ普通ここに書くっていうところに書けようもういやほんまに不満多いでなんぼでも出てくるんでシャンプーのな詰め替えするやつとかな、うんうん、あれもうさなんか紙でピュッてはざして ここから取ったそこにどうぞ入れてくださいみたいな入れ替えるやつね詰め替えようやそれで頑張って合わして中に入れようとたらめっちゃ時間かかるやんかたまにずれたりするしなずれてますしそれで端っこを持ってギューってやらないといけないから。 ジャーって入れんねんけどやっぱここが不安定やからパッて外れてもたりとかしてやっぱこぼすねんるかもう完全にドッキングできるようにしろよって思うなんかこうカチャッとかってやってキュアってやったらもうドッキングなんか醤油とかあるやんそれ最近のさ生醤油みたいな感じで中にさなんかビニールみたいなの入ってて醤油おさんと出てこうへんみたいな仕組みってあるやんかあれやったら 中身だけをさ取り替えれるみたいな感じやったらいいやんな確かに,確かにああいう感じというか俺、思うはもうなんか詰め替え用がそれのまま使ったらいいやん詰め替えを使えるようにすればいいみたいなこの,このプシュンプシュンをもう入れ替えたらいいですみたいにしたらいいやん、うん、あれ、あんなにおしゃれに容器するる必要あるあの硬、ね、器おしゃれにせんでええだよ俺。俺 まあ、多分そのなんていうの、買う人にね、目を引くようなやつをこう、うんなんか、あビジネスよ、ビジネス。いいってもんあれ、別に、あれ、詰め替え用のやつを、そ,の<あ>そもそももう、メリットはちゃんとしてんねん、うん、そのへん、メリットな、なんか、もう、詰め替えも何もみたいな感じのやつ、売ってんねん。あー、あのも<う>今、シャンプー出てんの、それ。もうなんか もうそのままどうぞ使ってください,い,ださいみたいなっててああ、なんかあるね、あれメリットやったっけメリットそうなんトそうな感じやんな全部あれでいいやんと思うわでそもそもな、このプッシュするっていうのが、ねうん、なんかあれ1個じゃ少ないし2個やと多いしうん、うん、なんかもうあれ、いいで、別にプッシュ式にせんでそもそもまあ、でも使ってほしいんやろね。 なんか香水とかもさ昔ってさ手にちょっとピッてつけてピッてつけるのがあの種類やったけど、うん、なんかだんだんこう香水減らへんなとあ,あれそういう陰謀なん、うん、客が全然あの来ないなって必要以上に使わしたろっていうっていうので,であの詰め替え用も絶対最後さ残ってるやんりなんかこう香水香水じゃないそのシャンプー絶対残るやんなんか だから継ぎ足してやっと使えるようにするから他の使わさへんように最後まで使い切れへんようになってんのも陰謀かあるそういうのはなんか考えいじゃない。やらしいなあとあのさ、シール、うん、こう洗剤とかにさ大きくさ、うん、大きいシールを貼ってるやんかあそれさお茶とかにも貼って,貼ってたりするやんほんでいらんよな、一番腹立つのが、うん、なんかくじ引きですみたいな。 当たるかなみたいな。あ<ー>こう、開いてんでんたいな、当たる。それで、ね、なんか当たりか外れかなーっていうので、うん、なんか開いて当たりかどうかチェックみたいにって、うん、ピーン、ピーって開いたら、うん、ディーン、バーコード、<laughs> <laughs> そう。 バーコード読まんとバーコード QR コードかいやめんどくさいねあれしかもバーコード読み込んだら答えが出んのかと思ったら次は名前を登録してみたいな登録し終わったら次はここまでしないと当選ができませんみたいなできねえのかよあれだからさ俺最後まで一回もやったことないけどあれどうなんのっていうのちょっと調べてみたいなめちゃくちゃあれ当選率高いんちゃだって誰もやらないあれやってるやつおるあ 当たるかもしれないってこと逆にあれめっちゃ当たるかもよ絶対誰も誰もやってへんってあれちょっと見たことないわあれめんどくさいしあれすぐ剥がしてそう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 だからあれ一回ちょっと俺ちゃんとやってみようかなあれもうんか当たらない説そもそも何も当たらない説何が当たんのあれそれこそそれすら分かんないあれちょっと一回調べてみたいなちょっと皆様今度やってみましょう じゃもう不満なもんこんぐらいえ不満なものいやでもあとおにぎり…うちおにぎりめっちゃムカつく<ー>おにぎりさなんかこう…もっとよくしようみたいなもっとなんていうの、えー、簡単に開けるようにみたいな、えー、で今なんかもうフィルムとか多すぎてここをこうしてここを引っ張ってここ引っ張ったら次はここを押してみたいなでもおにぎりはまだ…おにぎりはまだできるって お,きおにぎりそうもう普通にしてっても,も,うも,うもうパッて開いてもうそのままシャーって自分でできるみたいなこう何その乾燥させる何あのり、ねうん、を、ね、ベタベタにせんためにパリッと言わすためにめっちゃ考えてやっとんじゃそれ。か<俺>パリッとするのは分、まあ、かる分かるでもまあちょいちょい進化してるいろいろいろんなやり方で、ね、でも進化せえへんなあのサンドイッチ あれ、あ<ー>いい加減進化しなさいよって思う。そちケツの方しかないもんね。なんか、ケツの方しかないし、ちょうどこの開けようとするときに、そこになんかシール貼ってんねん。その、小、こう何でできてますとか。うんうん、ちょうどそこに貼ってるから、あれ、3回に1回ぐらいしかまともに成功せんくない。いほんで、ブワーってやって。そう、味切れのやつとかね。そう、ブワ、うん、ーってやって、綺麗に取れるんかなって思ったら、 結局真ん中が開くだけやから。シールが邪魔になって途切れちゃうってことやんな。そう、シールが邪魔になって途切れてまうパターンもあるし、うんうん、成功して開いたとしても、あれって真ん中が開くだけやから、うんうん、真ん中から絶対食べなあかんねんな、要は。端っこのやつ取ろうと思って、取られへんねん。 で端っこのやつは端っこのなんか味が違うやつやと確かに真ん中しか開いてないから、ね、なん,かなんかこう結局なサンドイッチ取り出すときにサンドイッチめっちゃ苦しそうやねん何 <laughs> からそのなんかめっちゃ苦しそうにしてんの <laughs> サンドイッチが,ッチがちゃんと全部パターって開いてそれで一個一個どれでも食べれますみたいに <laughs> しろい いい食べれますじゃないよ。なんでもう、あ、はいまん中から行けみたいな感じにさせられるねで、で、ちょっとこっちっもう先に卵食べたいのにっていう時は、もう、うもう卵潰れるぐらいのもう勢いでもう。もう頑張って、もうふにゃーってやるんや。あれコツあ、あれ正しい開け方なんな,んやろな<え>その実はなんかコツがあって、お前らが間違って,ん,ん,ってんのかな間違ってんのかなあれ、それ、そうかもな。だったら説明書を入れろよ、あの変ななんかシールを貼るんじゃなくてな。あれな、一番きれいに開けれるのは、 もう俺もう新幹線でよく食べるから分かってんねんけど、うん、この通りにやったらあかんねんもう分解すんねんこのそこじゃなくて <laughs> もう全く違うもう,全くもう全部分解して開くと成形した人がさもうあの何のためやったんやっていうさ無駄な仕事やんかいやそうやけどでもそうせんのきれいに取られへんねんもうだからあれいい加減進化してほしいなと思ってるっサンドイッチはめっちゃおいしいのに何が好きサンドイッチえサンドイッチやっぱ卵やろ 俺さサンドイッチさ卵鉄板で3個入ってるやつじゃないと嫌やねん卵じゃなくてサンドイッチ自体が3そう。ああ。でさ3個入ってると思ったら2個のパターンないたまに周りに挟まれてるのがこの真ん中のやつ真ん中のやつサンドイッチじゃなくてひっついてたんやこっちとみたいな。 ああそれ分かんないときあるなんかあるある、えー、開いたらなんか他のサンドイッチのやつまでついてきてなんか空がむき出しになってみたいななんかそのおっきおっきいだけやったみたいなパターンおっきいだけっていうかなんか間にパンが挟まってんのかなあれ三つ三つ三段腹みたいになってるっていう感じかなあれ あれちょっと分かりにくいこれは何個のサンドイッチですみたいなサンドイッチ何個入ってますっていうのをちょっと明記してほしいなねだってねあの茶とかにもそんなしょうもないシール貼るんやったらそれやったらサンドイッチに貼ってほしいなな,<あ>なんか開け方やったりとかね、うん、分かりやすくあとなんかさあの電池とかさ結構最近その,なんていうの電池乾電池あるやんかうん、うん、でなんか入れ替えたりするやんかたまに乾電池を全部取り出して全部ぐちゃぐちゃになってる時に 取り出してこう変えて気が付いたら新しい新品のやつと古いやつが混ざってるとかあうだからなんか使,使い古しですよ、これみたいななん,かなんか見れるのを作ってほしいなしかも、<の>でも俺、乾電池とかも全然リモコンとかさ長いこと見てないわ。 あそうなんもうテレビのやつとかさ乾電池とかちゃうテレビのリモコン使わへんもんあそうなんだ、ね、どうやって喋ってるのアレクサって言って何チャンネルつけてとか全部アレクサで操作するからさリモコンを操作してへんねん唯一使うリモコンって言ったらアップル TV のリモコンやねんけどあれ充電式やからあじゃあそのま乗り換えへん一応うちにも電池はあるけど全部あの充電できるやつにしてるわ。 えあれ充電式やったらもうずっと永遠と使えんのえちょっと使えるどっかで使えなくなる子だから充電なくなったら充電して使ってみたいな感じで延々と,と充電できるんやあれあ何回か数切りあるんか知らんけどそんなん気にして生きてる人おらんやろ、えーね、iPhone とかもさ充電可能回数とか決まってるけどさあそれでねちょっとバッテリーがねあの<う>よくなくなったりとかしるやんそんなん考えたことないよな